では、この後午後4時からはザ・ベイラインです。この方は行きつけ多いんじゃないでしょうか。渋いとこ知ってるかな。バズーカ山田屋さん、岡田ロビン翔子ちゃん、はい、どうも、はい、僕の行きつけありますよ。もう週一絶対行きますからね。あ、そうなんですか。あの、ここの下のうどん屋さん。さっきも急いで食べてた。ここはね、外せないですね。なんで身近な山ちゃん、朝うどん食べたのにまたうどん食べましたからね。いつも食べてんだもん。ただのうどん好きじゃないですか。そうですね、一番言ってますね。おしゃれなバーとか言ってほしかったですよ、山寺さんには。そっちか。ロビンちゃん連れてってもらったりしないの。山寺さんに、あのね、ご飯屋さん美味しいところに連れてって行っていただいたりとかも。みんなで終わった後スタッフと行きますからね、はい、みんなでやっぱりあるんですね。渋いところね、知ってますよ、山寺さん。すごいですよ、本当に。大人ですから。大人ですからね。勉強になります。はい、はい、この後はですね、4時台気になるエンタメニュース、そして5時台は新しいことわざ格言ということで、うん、着てない服のポケットから千円札など今風のことわざや格言を考えて送ってほしいなと。翔太からコマみたいな意味ね。そうそうそう、なるほどね、お願いします。あの意味はね、昔と同じなんだけど、言い方変えたんでも OK ですからね。ぜひ送ってください。何でも OK です。メールはベラインアットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。はい、ちょっと想像力とかも必要になってきます ね。 そうなんですね。まあまあ、もうあまり難しく考えないね。例題いろいろ出てますんで、簡単にブログを見て送ってます。なるほど、ブログを見てから。メールを送らなきゃ始まらない。始まらない、うん、格言風に言いましたけど、特にね、格言じゃないです。今思いました。そんな風なだけです。ただちょっと滑舌よく、あ、言えなかった、滑舌よく話しただけだったみたいな。そうそんなんでも OK です。はい、じゃあこの後よろしくお願いします。お願いします。この後4時からはザ・ベイラインお楽しみください。さあ、ベイ FM イット、今日のお相手は私、春原由紀でした。明日はピカ子さんと曽根ゆきえちゃんの木曜イットです。私とはまた来週月曜日お昼1時にお会いしましょう。また来週。いやー、日本はいいですな。どうしました、ロビンさん、いきなり日本はいいですなっていうのは。いや、先週のこの水曜ベイラインを終えて、はい、私チャオベラチンクエッティっていうグループでやってるんですけど。あ、そうなんですか。台湾に行ってきまして。あ、そっちですね。あ、そうなんですかね。チャオベラのことは知ってました。ごめんなさい、そっちじゃないですよ。台湾。そうなんですよ。そういうの言ってましたね、なんか台湾がどうのこうのって。そう、話半分しか聞いてなかったんですけど。ちゃんと人の話聞いてくださいよ。はい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 、チャオベラチンクエッティ、初台湾でライブをしてきまして。素晴らしいですね。そう、しかも海外で、そう、2日で 6ステージも歌わせてもらったりとか。2日で6ステージ。そう、だから1日3ステージ。どういう、いろんなアイドルが行く、まあ、いろんなアイドルが出てるイベントで、台湾のアイドルの方もいらっしゃったりとかして。日米のアイドル共演ということで。そうなんですよ。日本からはチャオベラと他にいくつか行ったんですか。まあ、吉川優ちゃんとか、同じ事務所の。優ちゃんも一緒に。そう、で、イベントで、で、歌わせてもらったりとか、うん、まあ、美味しい小籠包を食べたりだとか、いいですね。もう本当にずっとマッサージしてたりとか、ずっとマッサージしてたり。3日間連続。ずっとしてたりっていうのは、どういうことなの。まあ、細かいことは気にしないのがあって、そう。すごい充実したんですけど、うん、本当に私台湾に行けてよかったなって思うことがあって、うん、本当に行くまで、海外に行くのに一番大事なのって、うん、パスポートじゃないですか。もちろんですよ。ね、それがないと。まず何がなくそれがないと。でもパスポートです。そう。だから私はもう何回も何回も確認して、よし、パスポート持った、パスポートをカバーにしまったって確認して、はい、朝ね、もう4時ぐらいに起きて、羽田空港に向かったんですよ。はい。で、お家出て、電車に揺られて、まあ、10分ぐらい経ったら、お母さんからメールが来て、はい、あんた本当にパスポート持ったのって。もう今一度もう一回確認してもお母さん心配だからって言われて、はい、もう大丈夫だよ、うるさいなと思いながら、自分のリュックから、パスポートが入ってるポーチをね、こうビジーっと開けたら、はい、通帳が入ってまして。嘘でしょ？通帳が入ってて。ちょっと待って、パスポートが入ってなく通帳が入ってたんですか？そう、パスポーター、だから私持つの忘れちゃったんですよ。嘘でしょ、そんな。通帳通帳が入ってて。銀行の、そう、残高はどのぐらいなんですか。うるさい、うるさい、うるさい。そこはどうでもいいこと。そこはいいんですけど。色一緒？色一緒だったんですよ。だから、同じね、色だったから間違えちゃって。でも、その時は早めにお家を出したから、急いでお家帰って、無事パスポート持って。お母さんからの連絡。そう、だ、結果大丈夫だったんですけど。結果大丈夫。時、お母さんからのメールを私見てなかったら、はい、本当に大して入ってない貯金残額を荷物預けるとこの人に見せるところだった。ね、入ってね。そうそう。見せてね。いや、本当に、本当に。危ないですね。お母さんに感謝。まあ、それでね、まあ、パスできればよかったですけどね。できねえよ。できないから。本当、でも、無事行けてよかったっていう報告です。よかったです。すごいですね。まあ、かつて間違えて持ってきたもので、アニメのスタジオで、筆入れと間違えてテレビのリモコン持ってきた先輩がいましたけど、それ以来ですね。いや、本当に。
当に危機一髪、パスポートと通知を皆さんもお間違いのないように。また来週。まだここから始まるんだよ。そろそろ言いますよ。バズーカ山田と岡田ロビーショーかな。ザ・ベイライン。 Turn it up BFM 78. You are listening to バズーカ山田ラ、ショーコーロビン岡田 The Bay Line。時刻は、4時3分を回っております。 Bay FM から生放送、ザ・ベイラインバズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りします。あまりのこのオチにね、もう本当番組を終わってしまおうかと思いますちょっとこれから3時間ありますから、山ちゃん、ね、また来週じゃないですか。いや、忘れたっていうことになるのかなと思ったけど、通帳ってのはなかなか厚みはまあ似てるのか。似てるんですよ。赤かったんですか。赤かったし、サイズも似てるから、ね、危なかったまあ大事なものに違いないですけどね。いや本当大事なもの入れからこう出したんでしょうね。そう、確認したはずなのにな、ね、皆さんも気をつけてください ね、本当に。エンディングではその残高を発表したいと思います。怖い怖い怖い。さあ、それでは今日のメニューいきましょう。4時台、いつものように気になるエンタメ情報をチェックします。バズった山寺、気になる芸能ニュース、新製品、イベントなどをピックアップしますが、皆さんもね、気になったエンタメ情報ありましたらぜひ教えていただきたいと思います。メールはベラインアットマーク bayfm.co.jp、 BAYLINE アットマーク bayfm.co.jp までお待ちしています。ツイッターの方はハッシュタグベラインをつけてつぶやいてくださいね。さあ、5時台ですけども、新しい言葉座格言っていうのをやりたいと思います、ちょっと難しそうですけども、例えばひょうたんからコマの新しい言い方、着てない服のポケットから1000円とかね。 なるほど、ですから、あの昔のこのことわざと意味は同じだけど、今風に置き換えるとこれになるという、それがもう身近に感じられるんじゃないか、まあ、転じて広くっていう風になってもいいし、まあ、そのままでもいいんですけどもね。まあ、意味が似てればね。とにかく新しい言葉座格言、これを考えてぜひ送っていただきたいと思います、はい、初めての方も大歓迎ですよ。送ってください。6時台はこの人、街の面白スポットに神出鬼没、街角 DJ しまちゃん登場でございます。今日はどこに行ってるんでしょうか。おい、ゆきお。おい、ゆきおでございます。呼び方変わった。変えてみた、やっぱりロビンね、日本はいいでしょう。いや、本当いいですよ ね、日本は素敵。そして日本の文化もやっぱりいいということでですね、なんと今日話題の場所にやってまいりました。話題の場所、はい、日本っていい、国技でございます。国技誕生いたしました。まさか第72代横綱稀勢の里が所属します、はい、田子の浦部屋の前に来ています。あら、どうりでしまちゃん、はい、ちょっと小声。そう、もうですね、今もう部屋の前にいるんですけども、あのちょっとね、門の奥からね、あの曲げが見えたりですね、でもどうなんですか、取材陣他にもいるんですか。もう結構いますね。いますよね、それ。そうですね、はい、でファンの方々も多分15、6人はいるんじゃないでしょうか。そうですか、はい、でね、あの門の奥にはね、胡蝶蘭からお花から、まあたくさんのお届け物が山のように積んでありますね。胡蝶蘭のお花ですけどね、そうですか、はい、ということでございます、そんな田子の浦部屋があるですね、小岩からね、今日盛り上がる様子をですね、お届けします。ぶつかり稽古とかをやるわけですね。それはないですね、横綱と一緒にね、しまちゃんが、しまちゃん、ダメダメ、張り手食らってみたいと思いますんで、はい、大変なことになっちゃうから、DJ の恥じぬ意を昇進しますので、よろしく。あ、一応ね、講師を述べたらね、今ね、はい、よろしく。この後楽しみにしてます。6時です。しまちゃん、お願いします。いや、しまちゃんすごいですね。すごいですね、本当に。田子の浦部屋、あ、小岩か、ね、小岩から、ちょっとどういう感じのところにあるのかな、ね、いろいろと後ほど伝えていただきますんで、楽しみですね。一体そこでしまちゃんが何をするのかっていうね、え、田子の浦部屋行ったらいいけど、どう、そこから何がしまちゃんできるんだろうっていうね、張り手を食らうのかどうなのかねえ。6時台しまちゃん登場です、はい、お楽しみに。そして6時台は今日もやります、お疲れ川柳。あなたのお疲れの理由を川柳にして送ってください。山寺さんの名曲「疲れた」に乗せてどんどん読んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。内容盛りだくさん。この時間は気になるエンタメ情報、今すぐ送っていただきたいと思います。今日はプレゼントもありますよ。はい、先ほどね、声を聞かせてくれたしまちゃんが自ら刻印を入れた番組のロゴ入りアルミのお弁当箱に、ロビンが作ったお弁当の写真、写真で、その裏側にね、我々2人のサインを入れて1名様でございます。ラスト4、そう、残り4個。皆さんね、メールどしどし送っていただきたいなと思います。アドレスはベイラインアットマークbayfm.co.jp、 BAYLINE アットマークbayfm.co.jp まで。ツイッターをやってる方はぜひね、ハッシュタグベイラインをつけてつぶやいていただきたいと思います。ザ・ベイライン水曜日オープニングは綾野剛主演、現在公開中の映画新宿スパン2の主題歌お届けしましょう。今日リリースのニューシングルです、 Man with a Mission Dead End in
東京。バーンイズアミッションのデッドエンドイン東京に続いてお送りしているのはカトゥーンのリアルフェイスなんですが、そのカトゥーン、一部週刊誌によると充電期間から丸1年が経つ今年4月に3人で再始動するのではないかと報じています、うん、果たして真相はどうなんでしょうか、うん、お送りしたのはカトゥーンリアルフェイスでした。ベイ FM ショッピングアイランド、ベイ FM のオリジナルショッピング、ベイ FM オリジナルのショッピングサイト、ベイ FM ショッピングアイランドでは、ベイ FM の DJ や番組が厳選したこだわりの美味しいものを、パソコンや携帯電話のベイ FM 公式サイトでいつでもどこでも買うことができます。さて今日ご紹介するのは、西千葉の本格フランス料理レストランシェ・レザンジュが数量限定で販売しているチョコレートケーキです。西千葉の本格フランス料理レストランチェレザンジュはオープンから30年以上の老舗レストランです。丁寧に作られた伝統的なフランス料理はコクや旨味があるのにしつこくなく、ペロッと食べられる本物の味ととても評判が高く、季節の素材を取り入れた見ても食べても美味しい本格フレンチを堪能できます。でも西千葉までなかなか行く機会がないという方のために、このサイトでは常連のお土産としても人気の高い完全手作り豚のリエットやチョコレートケーキなどを販売しています。特にこのチョコレートケーキはチョコレートの原料カカオマスを削るところから作る超こだわりのチョコレートケーキで、レストランそのままの味をご家庭でいただけるというちょっと贅沢なデザートです。いいですね。またどっしりと重量感のある食べ応えと豊かな香り、そしてコク、さらにチョコレートの濃い味わいは大人のためのスイーツという感じで、コーヒーや紅茶はもちろんブランデーなどお酒にも合うスイーツなんです。さらにボリュームもたっぷりで1個で5、6人分ありますので、ご家族で夕食のデザートとして召し上がってみてはいかがでしょうか。なお完全手作りのため1日6個の数量限定販売となります。ぜひ一度本格フレンチレストランの味をお試しください。このシェ・レザンジュの商品やベイ FM グッズはベイ FM ショッピングアイランドのページからご覧いただけます。携帯サイトまたはパソコンのベイ FM 公式サイトからチェックしてみてください。たくさんのアクセスお待ちしてます。 Thanks for listening. This is the Bayline. まず4時台はこのコーナー、バズった山寺。バズとはざわめくという意味で、たくさんの人の話題に上ることをバズったと言います。そこでこのコーナーでは2人の目に留まったエンタメニュースをピックアップしていきたいと思います。今日気になったのはこちら。稀勢の里横綱に昇進。大相撲初場所で初優勝した稀勢の里が正式に横綱に昇進し、昇進を伝える使者を迎えた口上で、横綱の名に恥じぬよう精進いたしますと、決意を述べ、土俵入りは小さい頃から憧れていた雲龍型にすることも明かしました。続いてはこちら。ジブリレッドタートルアカデミー賞にノミネート。第89回アカデミー賞の各賞の候補が発表され、スタジオジブリが制作に参加したレッドタートルある島の物語が長編アニメーション賞候補に選ばれました。期待された君の名は残念ながら候補から外れてしまいました。続いてはこちら。松方弘樹さん密葬、参列者6人のみ。21日に死去した松方弘樹さんの密葬が行われました。参列は松方さんの弟の目黒祐樹さんなどの身内だけとし、唯一親族以外だったのは親友の梅宮達夫さんのみでした。葬儀とは別にお別れの会は4月に行われる予定となっています。ラストはこちら。村上春樹氏最新作は異例の初版50万部。新潮社は村上春樹さんの、7年ぶりの本格長編となる新作、騎士団長殺しの初版部数を第1部第2部とも初版は異例の多さ、初版としては異例の多さの50万部とすることを発表しました。村上作品を待ち望んでいる人が多く、品切れを防ぐためとしています。以上です。はい、いやでもなんといってもね、今日朝からテレビでたくさんやってましたけど、稀勢の里さんのね横綱すごいですよね。これ19年ぶりなんですよね。日本出身の横綱の方が19年ぶり、はい、だから私はこう物心とか生まれてからこうなんていうんですか、
まあ、テレビとかでね、うん、あのお相撲を見ることもあったんですけど、はい、だからすごいなんか、まあ、私は日本出身の人はね、その間はなんか、ね、なかなかいなかった。私不思議な、若鷹のね、あと不思議な感覚なんですよ。私はボストン出身なんですけど、はい、でもなんかこう今はねもう日本にずっと住んでるので、はい、なんか嬉しいなというか。ああ、そっか、うん、ね、ロビンさんが横綱になったらボストン出身横綱になるわけですか。なんで私が、まあ、でも日本長いですけどね。まあまあまあ、そうですね。出身って別に生まれたとこじゃない。そっかそっか。あのお茶ムさんからもいただいててね、そのことはメール。この方は牛久市民ということで、はいはいはい、出身です、うん、ですよ、稀勢の里関のね、やっぱりこれがやっぱり気になるというか嬉しい、うんうんうん、先週の土曜日牛久市役所に応援に行ってこれパブリックビューイングしてたんですよね、はいはい、その日に初優勝を決めてくれてとても盛り上がりました。ちょうどその日にね、白鵬の結果待ちだったんですからね、横綱の土俵入りも早く見たいですね。雲竜型ので2月18日、来月の18日には牛久市でパレードも、はいはい、行かなきゃ、ですね、パレードも決定したみたいですよ。へ、ね、これにもお茶部さん行くんでしょうね、うん、5万人を見込むって。なんでこれってさ、まだ具体的なこと出てないんだよ、何時からどこ通るとかね、まあ、そっかどうやって見込むんだろうね。よくなるでしょ、オリンピックのあれも何万人を見込むって誰が、まあ、いや毎年やってることならね、例えばね、ほらいつもがソフトバンクが福岡をっつったらね、うんうんうん、結構しょっちゅうやってっからあれだけど、まあ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 、楽天なんて初めて優勝した時だって何万人を見込むって誰がどうやって決めんの、誰みんなの行きたい気持ちはどうやって調査するの。これ牛久市民の行きたい気持ちは誰がどうやって調査して5万人ってやってんの。山ちゃん、はい、誰に怒ってるの。怒ってない、不思議がってる。あ、不思議がってるのね。どうやって調査するのこういうのって。どうなんですかね、過去のこういうスポーツ選手のこういう時にはこうだ、この町の人口だとこうだ、まあまあ、とかっていうことです。今までのいろんなデータからやってるんじゃないですか。日本出身力士19年ぶりなんだから計算できねえだろって思うけどね。しかも牛久市で横綱誕生初めてじゃないの。なんでわかんの5万人って。いや私に言わないでください、私に怒らない。まあ、それをもとに警備をどうするとかコースをどうするって、まあ、決めるからね。そう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 、誰が計算ピタリ賞ってなんかもらえるよねこれ決めた人は。本当ですね、当たったら、バズったのコーナーでしたね。そうですよ、バズった山田ですから。他に大丈夫ですか。そうですね、大丈夫ですか。うん、まあそれ長くなっちゃったんでね。はい、まあアカデミー賞もいろいろ気になって、これも話すと長くなるんでね。そうですね、ちょっと、まあ、この辺にしておきましょうか。はい、ね、あとは皆さんからもねいただきましょう。皆さん気になるエンタメニュース、エンタメ情報何でしょうかね。何でしょう、ぜひ送っていただきたいと思います。メールはbayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあそれではここで1曲お届けしましょう。お送りするのはグリーンの名曲、奇跡の誕生エピソードを題材にした今週末公開の映画奇跡あの日のソビトの劇中歌なんですけども、グリーン演じる菅田将暉さん、横浜流星さん、成田凌さん、そして杉野遥亮さんがグリーンボーイズという名乗ってね、グリーンのデビュー記念日の1月24日に CD デビューを果たしました。それではその曲いきましょう。グリーンボーイズ声。ベイ FM リスナー安全運転宣言。さあこの時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します。今日はラジオネーム安全担当さんよりいただきました。はい、朝車で子供を幼稚園まで送る途中、前の車が法定速度通りに運転していて、私もそれに続いていたら後ろの大型ダンプカーに2台まとめて抜かれました。追い越し禁止道路なのに、対向車がなくても横道から車が出てきたらと考えるとゾッとします。うん、仕事で急いでいるのかもしれないけれど、ゆとりを持って運転してほしいです。はい、いや危ないですよね、うん、追い越し禁止道路なのにこう後ろからその大型のねダンプカーが来たら乗ってる方も怖いですから、本当に皆さんしっかりと時間にゆとりを持って、特に大きな車を運転している方はプロとしてね意識をしっかり持って安全運転を心がけていただきたいなと思います。この車もそうです。はい、安全担当さんありがとうございました。ありがとうございます。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしています。メールで安全アットマークベイ FM.co.jp まで、住所氏名年齢ラジオネームも忘れずにお書きください。ベイ FM のホームページ携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。ベイ FM と中島は交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上ベイ FM リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.
まずは山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ皆さんからも気になるエンタメ情報メッセージ来てます。紹介します。はい、ラジオネームちょんまげさんからいただきました。気になるのは江角真紀子さんの引退ですかね。いろんな理由はあると思いますが、最近芸能界をすっぱり辞めて引退する人が多く、もったいないなと思います。お二人も芸能界を辞めようと思ったこととかあるんですか、なんてメッセージが来てますよ。山寺さん、芸能界にいるっていう意識はないですけどね。あ、声優の仕事を辞めようと思ったことはないですね。まあもうラジオとかもこういう仕事をね、芸能界を辞めるとかやとかっていうのね、芸能界ってなんだか分かんないですよね。別にそうか、まあ、会払って芸能界に入りますとか入りませんとかじゃないけど、その仕事をやるかやらないかで、事務所に入る入らないもあるけどね。まあ、なるほど、まあ、そういう、まあ、同じ意味でしょうけどもね。ロビンさんは、いやもう私もないですよ。もちろん続けることがね、はい、本当に一番難しくて楽しいことですからね。ほう、深いような深くないようなね続けることが難しいような楽しいんですか、続けることは。続けるって難しいけど楽しくないですか、うん、僕はね、他何もやれないと思うからねこれでやっていくしかないなって感じ。他絶対やれないなっていう本当ですか、はい、そういう感じなんですね。なるほどね、うん、これからも頑張ります。よろしくお願いします。頑張りますんで皆さんよろしくお願いします。どうかよろしくお願いします。はい、こちら参りましょう、はい、顔なしさんからいただきました。千と千尋の神隠しが放送され8回目の放送にもかかわらず 18.5% の高視聴率だったこと、うん、みんな DVD とかで見てるのにやっぱり見たくなるんですね。そう放送した今回放送した、金曜ロードショーの公式ツイッターでは、千たちが働くのは、油の宿ねと書いて、湯屋ではなく油屋と読むということや、あの建物はジブリの社員旅行で行った四国の道後温泉をベースに、日光東照宮や江戸東京建物園にある、建築物などを参考にしたことも明かしています。うーん、いろんなそういう情報も発信してたんですね。そうなんですね。私も見てました、この生で見てました。生っていうかその時間に見てるの。そうあ、そうですか。何回見てるのに。 いいですよ ね、 ね、もうそういう情報知ってましたかっていう、ね、いや知らなかったです。知らなかったですね。っていうのを改めて知ってみると面白いかもしれないです ね、 何回も見てもっていう、本当の名作ってそういうことなんですかね。でも実写の映画だって名作ってものをやっぱりやってたらまた見ますかね。そういうものもあるかもしれませんけれども、はい、みんなが好きなね映画って、まあ、例えばタイタニックとかアバターってやったらやっぱり何回見るかもしれませんが、このジブリ作品ほどじゃないような気もしますね。あ、アニメだからこそのことなんですかね。ような気がちょっと私は知ってますけどね。まあ、こんな他のやつはこんなに放送しないと思いますけどね撮れるっていう確信がね、なるほど、あそこの曲にあるんでしょう。じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネームエヌタさんからいただいたのは、ベッキーが復帰後初の映画出演していた話題です。ベッキーさんがハロプロの拳ファクトリー主演の映画、JK 忍者ガールズに出演していることが18日に判明。復帰後初なる映画出演を喜びつつ、こんな状況の私でいいのかなという思いもありましたと心境を吐露。怒ったり怒鳴ったりするシーンが多いので、ベッキー変わったなと思われるかもしれませんが、あくまでも役ですのでと話したそうです。まあ、そうだよ、映画なんだから、ね、あ、でも拳ファクトリーといったらね、山寺さんもそうですよ。あらいつもそこで何気にお話とつながってんじゃないですか。そう、ね、本当ですよね。ね、あら、レイレイがね、いたからね。山寺さんはこの映画にお声はかからずまだあ、まだ、もしかして公開してるんですか、まだ。これから、あ、でもそうか、出演していることが分かったってことで、だからまだね、これからってことですね。していることが分かったってことは、そういう情報が発信されたってことですから、公開だと、あなた自分たちの後輩の映画の公開とかちゃんと把握しなきゃダメじゃないですか。してますよ、まだですよね、まだこれからです。まだ皆さんぜひね、本当ですか、声大にしてますから、あとちゃんとググってください。ちょっと後でググります。はい、いや、いいですね。さあもう一ついきましょう。あ、こちらね、アレさんからいただいたんですけども、はい、今週月曜日に先日脳腫瘍のため亡くなった黒沢健一さんを、ね、ほら LR のね、はい、だった忍ぶ喧嘩の会に行ってきましたと、このアレさんがね、山田さんが LR のファンだったっていうのは、ベイラインで初めて知ってこの会に行ったことを伝えたくてメールしました。 ありがとうございます。会場にはたくさんの人が詰めかけていて、喧嘩の列の横には健一君愛用の楽器や衣装が展示され、スクリーンには LR やソロになってからのライブの映像が流れていました。自分が喧嘩する時になって流れていたのが LR のスマッシュヒット、ハロー、イッツ・ミー、ハロー、僕はここにいるよ、昨日までの悲しみを捨て、ハロー、君の寂しい目に鮮やかな色をつけるよという部分を聞いて、それまで抑えていた涙をこらえることができませんでした。健一君が亡くなったことはとても悲しく寂しいことですが、ファンのみんなの心の中にはいつまでも生き続けていくんだろうなと改めて思わせてくれた忍ぶ会、健一君安らかにありがとうというふうにいただきました。
ね、そうなんです。和紙音楽はねずっと永遠に残りますから、うん、僕もね聞き続けていきたいというふうに思います。アレさんありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆さんも気になるエンタメ情報なんでしょうか、ぜひ教えていただきたいと思います。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。 The Bayline Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show call Robin Okada's The Bayline.さあ水曜ベイライン、ここでお送りするのは今日リリースのニューアルバムサムネイルから連続テレビ小説朝が来たの主題歌としておなじみでした AKB48 365日の紙飛行機。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、エンタメ情報皆さんからね来ておりますので紹介します。はい、はい、ラジオネームつゆだくポンズさんからいただきました。私が気になっているのは30日に新発売される雪見大福黄金のみたらし厚もち仕立てです。冬のアイスは雪見大福しか食べない私なので、ぜひこのフレーバーを食べて食べ、すごいですね。でも確かに冬食べたくなりますよね、あの餅のね食感と。私も大好きなんですけど、長いですねそれタイトルっていうか、雪見大福黄金のみたらし厚餅仕立て。餅分が厚いってことは中のアイスが少ないってことですか。どうなんだろう。でもさっき写真見てみたらそんなことなかったですよ。中にもちゃんとアイスがあって、うん、全体が大きいってことですか。そうで中にみたらし団子が入ってる、うん、だから間違いなく美味しいでしょ。トローンってトローンあ、逆の感じだな。まあ最近あるけどね、うん、中にあのねそういうみたらしのね、うん、そういや食べたい。外側からあれでね食べやすいやつだね、うん、山田さんあんま食べないですか。あんま食べないですか。雪見大福ですか、うん、アイスアイスね、この間なんか食べたくなって、あ冷蔵庫に入れたまんま忘れてるわいちごチーズイチゴベリー なんとかっていう美味しそうなの買ったんですけどね。そんな可愛らしいの買うんですねですベリー。あー今日帰ったら食べよう今思い出したあ、続いてこちらオベーションさんからいただきました、はい、やはり松方弘樹さんのねことで、ショースターの伝説がスター伝説豪快ですごいですね。まあいろんな番組でね松方さんの特集やられてて、はいはい、そこに豪快伝説なんてのも書かれてますけど、この方は、札束300万円持ち歩いて夜の街を飲み歩き、それを使い切るまで帰らないとか、飲み会では人数分のブランデーを頼んで一人一本飲み切る、取材に集まった記者全員に一人1万円のカツサンドを差し入れとか、今もそんな風に遊んでる芸能人っているんでしょうか。遊んでるっていうか豪快な人っていうことですよね。すごいですね。まあ僕もね、僕もまあね、まあ僕現金はあまり持ってませんけどね、まあカードをね、あ300万円使えませんね、使えないカードですね、ダメですね。ダメですね。現金はいくらも持ってないですねダメですね。山田さんも豪快に豪快にお願いします。豪快もうガーッといきますよね本当ですか。ロビンさんもねまだねお若いですけどもね、その豪快にでも本当に松方さんはね、お仕事一緒にしたことはないからちょっとすれ違ったことが何回かあって、そうなんですね。でもちょっと前に何年か前にお会いした時もかっこいい人方だなっていうふうにちょっと会釈しましたけど、かっこいい人方だなっていうイメージでね、まだ本当にお若いイメージだったんですけども、そうですよね、ショックです。はい、さあ続いては、はい、続いて読みたいと思います。ラジオネームもぐやん工事中さんからいただきました。気になるニュースは任天堂が3月3日に発売する新型ゲーム機任天堂スイッチです、うん、予約終了など話題がすごいですねって言ってたんですけど、スイッチなんですね。そう次はね任天堂スイッチ、さっき調べたらなんか3つのゲームスタイルがあるらしくて、あのテレビモード、うん、テーブルモード、携帯モードってなんかそのいろいろね変えられるらしくて。分かってるんですか。どういうことか。いやなんかね写真見たんですけど、私あんまゲームやらないからねちょっと難しいなと思いながら。なるほどね、上辺だけね調べてね。いや違うんですよ。ただ大型1でやるときは、はい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 、ね、テレビの画面でっかいの使って、詳しい、そこにこう置いてあるね、はい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 、置いてある本体の横のとこにコントローラーみたいなのって、あそうカシャッと外してコントローラーだけでやるんだけど、うん、持っていくときはその本体ごとっていうか、それが画面になってて、うん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 、っていうことですよ。そうなんですよ、まあ、たまたま僕ニュースでそのシーン見ただけでね、あそうなんですね、いろんなことができそうな感じがするっていうやつですよ。でも見た目も可愛かった、なんかねちょっとコンパクトな感じで、そうあのね色がまあいろいろあったりとかパターンはあるんでしょうけどもね。いや楽しそうですねこれね。スイッチ似てるスイッチ、3月3日発売らしいですよ皆さん、はい、さあじゃあもう1個くらい行きましょうか、はい、ロビンさんお願いします。もう1個行きたいと思います、はい、ラジオネームぶっ飛びドンペロビンちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。気になるエンタメニュース、まるちゃん甘いきつねうどん味です。
赤いきつねをベースにしつつ特製の液体つゆを加え甘い 味付けに仕上げた淡口醤油仕立てです。リボンのついたパッケージでバレンタインデザインです。スイーツのうどんじゃないから安心ですねですって。これうどん好きとしては赤いきつねと緑のたぬきのそうですね、バレンタイン、ね、バレンタイン用にドンペイじゃない方ですね。違いますね、ドンペイじゃない方。いやいや、何ですか、ね、何ですか、うどんドンペイって言いましたよ ね、そんなことそんなことありました。ドンペイをね今回は間違えることがなかったですね。よかった、まるちゃんで、ね、赤いきつね、ね、まあ、甘いきつね、赤いきつねしたら甘いきつね、甘いきつ ね、間違いようはなかったんでね大丈夫でしたけど、いいですね、美味しそうで、もうすぐ、まあ、本当にいろんなものが、いろんな変わり種の麺が多いですよね。本当に、ね、うち行ったらあれました、今話題のねペヤングのねチョコレートの焼きそば、食べるってことはいらないと言ってきましたけどね。あ、でも気になります、ギリチョコ代にあれをねバレンタインデーに配る人が多いんですかね。どうなんですかね、うん、そういった類のものがねいろいろあるのかもしれません。いはい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして5時台新しいことわざ格言、これいきたいと思います、はい、そうなんです。ですからゼロからねこういう意味の今までなかったことわざを作るのは難しいと思うんで、うんうんうん、まあ昔だったらこう言ったのの今の言い方みたいなことで、例えば、はいはいはい、弱り目にたたり目ね、うん、どんどん悪いことが起きるというようなね、うんうん、そんなことの新しい言い方でインフル明けにノロウイルス、最悪ですねいいでしょ、こんな風にね今時のことわざ格言を教えて作って送っていただきたいと思います。皆さんぜひね今日はプレゼントもありますから。そうです、しまちゃんが自ら刻印を入れた番組ロゴ入りのアルミのお弁当箱にロビンが、作った弁当の写真と2人のサインを入れて1名様でございます。はい、ありがとうございます。残り4個ですからね、はい、そうなんですよね、これ結構、ね、もうすごい使いやすいアルミのお弁当箱なので、はい、皆さんどしどしメール送っていただきたいなと思います。メールはbayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。はい、ご時代は新しいことわざ格言です。お待ちしています。ベイ FM 78 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。時刻は午後5時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしているバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。さあ、5時台はね新しいことわざ格言というのを言ってみたいと思います。ロビンさんどうですか、あのことわざとか格言っていうのは。いや、知ってますよ、いろいろ。そうですか、ことわざ。じゃあ一番好きなことわざ格言は何ですか。猫から小判あれ、え、あれ、猫で小判、猫から小判猫に小判、猫に小判。いやいや、猫から小判の意味聞きましょうよ。どういう意味だと思ってますか、猫から小判。いや、猫に話しかけたらね、こう拾ってきた小判をいっぱいくれるみたいな新しいっすね、新しいっつが間違っていった。間違えた、いっぱい話しかけると小判気持ち悪いうちの猫小判出してくれたらありがたいけど気持ち悪いわ。マジで猫に小判ですよね。それとか三日坊主とかね。もうダメだ、猫から小判で。あ、そうですね。猫に小判はどういう意味でしたっけ？え？猫に小判は、ロビンにプラチナカードみたいなもんですよ。え？そう合ってる？そういうこと？ね、ロビンに。え？ブラックカードでもいいですし、ゴールドカードでもいいですしね。持たしちゃいけないみたいなことか。ロビンに万冊でもいいですよ。ロビンに持たしちゃいけないものみたいなこと？違う、そういうことじゃないね。難しい。持ってても意味がない。なるほど。もったいないね。ねえ、山寺さんも好きなことはありますか？もういいですよ。もういいですよ。というね、そういう。まあ、僕が今言ったロビンにブラックカードとかそういうやつね、持っててもね大した役に立たないとね、無駄なものであるというね、そういうことですよ。昔だったら猫に小判とかでだったけれども、豚に真珠とかねだったけれども、今はロビンにカードだっていう、うん、そういうことだ。今のがね分かりやすい例え、あの全部台本です。今のそのために猫から小判をあえて言ったのね。全部台本です。一字一句今全部合ってます。これありがとうございます。はい、とにかくね、昔に作られたことわざ格言を今の時代にぴったりのものに変えてしまおうということですよ。そうなんです。例えばね、スタッフ考えたやつだと、はいはい、塵も積まれば山となる、これ今の言い方、マイルもたばれば
ハワイに行ける。あ、なるほど、わかりやすい。あともう一個ありますよ、うんうんうん、猿も木から落ちるの新しい言い方で、うん、山寺浩一も原稿カミカミみたいなね、今日若干そういうとこありますけどね今日若干前半相当カミカミだったんで ね、 ちょっと反省してますけどもね。反省しないでください、猿も木から落ちるほどじゃないんですよ。工房も筆の誤りだったそんな感じじゃないです。僕はよく噛みますからなんか難しいこと言ってるあのね、このコーナー本当にやっても意味ないじゃない。ロビンがあるある、大丈夫、元知らねえのにさ。知ってます知ってます、大丈夫です、安心してください。じゃあもうあなたから言ってくださいよ。え、ロビンに読まれるリスナーかわいそう、元わかんないのに紹介するからさなんでですか、面白さ伝わんない可能性ある。まあとりあえずやってみよう、やってみよう、送って、やってみなきゃわかんない、みんな参加してください、うん、やってみなきゃわかんない、ね、あの今日はね、あの、うん、島ちゃんが自ら刻印を入れた番組のロゴ入りアルミのお弁当箱にね、あの私ロビンが作ったお弁当の写真と2人のサインを入れて1名様にプレゼントしますから。はい、はい、じゃあアドレス言っときましょう。はい、ここで、ね、アドレスはbayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています、はい、どうぞ。じゃあロビンさん、じゃあちょっとね紹介したいなと、ね、大丈夫だよね、思います。大丈夫ですよ、ラジオネームドキンちゃんさんから新しいことわざを考えました。いいですか山田さん、うんうん、いやよいやよも好きのうちの新しい言い方、押すな押すなは押せの意味これね、もう素晴らしい、ダチョウクラブさんのね、素晴らしいですね。いや素晴らしい、これわ、ね、かりやすい、まあまあまあ結構伝統芸ではありますけどもねえ、芸人さんのね、いやいやいや好きのうちはちょっとわかりにくいもんな。そう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 、押すな押すな押せの意味、素晴らしい、これいいですよね、素晴らしい。一発目からもうあったこれ、あったもうこれ素晴らしい、ね、まやみな、うちやぶん、うちやぶんからいただきました、ありがとうございます。この方のはね、東大元暮らしの新たな言い方、東大元暮らし分かりますか、ね、いいよ進めてください、もうとにかく何かく大丈夫ですよ。東大元暮らし、ね、ね、いや自分の足元を照らしてないってね、意外な近いところにあったみたいな、うんうんうん、そういうことですよ。なるほど、なるほど。東大元暮らしの新しい言い方いきますよ。かけているのにメガネメガネ、ね、あ、そういうことか、あ、ここにあったか、かけてたわ。これね、山寺さんもよくやってますよね。僕よく額にこう上げることあるんでね、細かいものを見るとき目が外した方がいいんで、こう額にかけるんで、 そこにかけてどうだどうだってし、よくやってます。そう、よくこのスタジオでもよくやってる、シャツのね、 T シャツのね、こう首のとおりかけたりメガネメガネ、ね、いいですね、いいですね、うまい、みんなうまい、どんどん行こう、続いてラジオネームまさきまさきさんからいただきました。身から出たサビの新しい言い方、うん、SNS から出た日、あ、これはもうね、特に今の時代は多いですからね、多いですよ、もう今はね気をつけないといけないですね。もうパッて写真撮ったらパッて上がる時代ですからね、いろんなのが SNS で出てますから、ねね、元のちゃんと分かってるかどうかっていうのね分かってますよ、ちゃんと分かってますか、見かけたサビ分かってますよ。さっきはサビ色のなんか着てますけど、サビ色じゃないですよ、やめてください、ちゃんとした、菜の花バファローさんからいただきました、はい、鶴の一声ね、これは昔からありますか、ドキンちゃんの声やってる鶴ひろみさんの一言はすごい影響力があるってことですよ。え、違いますよね、それ声優の先輩の話鶴ひろみさんって声優さんいるんですよはい、はい、うん、それとはまた違いですよね、はい、大多数で議論しても決まらなかったことを嫌おなしに従わせる権威者、権力者の一言、なるほど、ね、それでポンと決まるっていうのはそういう意味です、ね、それの新しい言い方、なんだろう、トランプのツイートあー過激発言と世間を騒がせる政策はこの言葉の通りだと思いますと、はいはいはい、うまい、うまいですね、皆さんお上手、お上手、ね、面白いですね、どんどん行きたい、どんどん行きたい、じゃあどんどん行きたいと思います、うん、ラジオネームアクアレインさんからいただいたのは、うん、エビでタイを釣る、うん、これはね、あれですよね、うん、どうですか、こうエビ、タイの方が高いものだけど、うん、ってこと、エビでこう、うん、ってことですよね、そのままだからね、そう、それのエビでタイを釣るの今風の言い方、うんうん、ギリチョコで高いアクセを釣る、なるほど、これバレンタインがもうすぐ近いですからね、山田さんもこんな目にあったこと昔あったりするんですか、何ですか、こうギリチョコをいただいてちょっとテンション上がっちゃってお返しの方が高くなっちゃったみたいな、だってお返しの方が上げなきゃいけない感じじゃないですか、まあそうですね、それはね、ギリでね、スタッフの方にいただいても、あ、お渡ししてる、お渡しね、しますよ、あ、山ちゃんにギリチョコあげよう今年、そうすると いろんな、例えば同じ番組のスタッフからいただくと、はいはいはい、ね、返すとき、じゃああなたはこのぐらいのくくれたから、値段調べて、じゃあこれのちょっと上ねっていうわけいかないから、そうですよね、一番上に合わせるわけですよね、
それ大変ですよね。一人高いものくれるとね、同じ現場だとね、そういうことになりますよ。男は大変なんですよ、それでね。大変、うん、ちょっとチャオベラチンクイッティ、あの全員でこう合計して、チャオベラで言うとだからロビンでハシモンをするっていう意味じゃないですか。ちょっとどういう、私のね、ちょっとやめてくださいよ。確かにそれ一人同じ、ちょっと年齢も、もう全部一緒ですから、やめてください。ちょっと全部一緒だいぶ違うわ、はい、なんか言われてる。じゃあ続いてお願いします。僕ですね、はい、パパボンヌさんが送ってくれた新しいことわざ、この方はね、3人寄るとも、3人寄れば文字の知恵、うん、3人寄れば文字の知恵、うん、ね、分かりますか。これが元ですよ。でここから説明したけどね、まあ3人寄るね、3人普通の人でもね、ね、集まれば、うん、ね、あの文字ってのはすごい頭のいい人と思ってくださいよ。なるほど、ね、3人で1人分の、いや、頭のいい人の、まあ、ような知恵が出るだろうと、うん、なるほどなるほど、みんな3人集まればなんとかなるだろうと、うん、いいアイデアも浮かぶだろうと、そんなようなこと、はいはいはい、ね、そんな新しい言い方、3人寄るともんじゃは揉めるうまいね、面白い、まあ、意味はちょっと違ってきますけどね。何事も大体3人いると意見が食い違って揉めるってことです、うんうんうん、これは3人呼べばもんじゃの知恵とは違う意味ですけども、いや面白い、3人でもんじゃをするともう食べれるとかまだとかね、トッピングこれにするとかいろいろ揉めることから由来する、ね、大体3人いるとね、いいアイデア浮かぶっていうか揉めるだろう、こっちの方が、ね、真実かもしれないですね。面白い、3人寄るともんじゃは揉める文字の知恵を引っ掛けて上手上手ですね、まあ、みんなすごいな。いや、すごい、いやいや面白い、まだまだ新作がねたくさん来てるんで、そう、皆さんもまだまだ、ね、もうロビンが知ってる知らない関係なくどん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 テンポよくやっていこうと思うんでよろしくお願いします。皆さんこんな感じでね、はい、こういう風なあの新しい、ね、言い方のものでもいいし、わかりやすいですよね。昔のこの意味をこういう風にしてみました、はいはい、でも OK です。とにかく新しいことわざ格言をどんどん送っていただきたいと思います。ぜひね、オリジナルを考えて送ってくださいよ。お待ちしています、はい、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。さあ、それではニューヨーク続けてお送りしましょう。まずはね、27歳の若さで自ら命を絶ってしまったカート・コバンが生きる間ニルバーナですね。独自伝道カート・コバンもですね、ロックの革新は反体制反権力だ、成功したら俺にもうロックは歌えない、ね、聴衆を誰一人ごまかしたくないとか、練習のしすぎや砂糖の入れすぎみたいなものなどね、たくさんの名言を残しています。お送りしましょう、ニルバーナ Smells Like Teen Spirit。 ニルバーナかっこよかったね、Smells Like Teen Spirit についてはこちらもかっこいいですよ、A ちゃんね、矢沢駅さんです。そんな彼にももちろんね、名言ありますよ。ドアの向こうに夢があるなら、ドアがあくまで叩き続けるんだ、矢沢です人生というのは、いや、なくし、な、ごめんなさい、噛んじゃった、矢沢です。もう終わっちゃったごめんなさい、大丈夫ですか、大丈夫です、続けて大丈夫ですか、はい、人生というのは失うものを増やしていくゲームなんだとかね、やっちゃえ日産とかね、いろんな名言を残してくれましたけど、詰め込みますね、はい、お送りしたのは矢沢駅サンバディーズナイトでした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ、この時間は新しいことわざ格言ということでね、やっておりますけれども、いや、皆さんからのメールがすごい面白くて、うん、すごいですね、なんか山田さんもなんか僕ね、昔、はい、これ本当に中学校時代に後悔ね、後悔あの先に立たずっていうのあるじゃないですか、うん、ありますね、じゃなくて後悔役に立たずだなって言って、言って本当に先に立たないっていうよりも、後にしても、先にしても、とにかく後悔はするべきじゃないと、反省はするべきだけど、後悔するべきじゃないか、後悔、役に立たずの方がいいんじゃないかって提案したことがあって、そのことを、中学校の友達がこの間メールで送ってきました。矢口くんが。あれは良かったねっつって、それ書いただけなんだけどね。うん。あとね、あとね、我なべに閉じ豚ってあるでしょ、それで、我なぜに閉じ豚。ダイエット失敗した人っての考えたことがあったんです。あの、我々の時は雑誌でそういうのをね、募集してなかった、そこに応募するしないですごい一生懸命考えたんですよ。うんうんうん、なるほどね。今の時じゃないですけどもね。これも中学高校の時考えてるんですね。いや、面白い。我なぜにドジ、豚、ダイエット失敗した人って、ね。あら、面白いですね、うん、言葉と。はい、ちょっと、ね。さあ、ロビンさん、ロビンさんもね、実は考えた。そう、私も考えましたよ。はい、あの、チリも積もれば山となるっていう、あるじゃないですか。それをちょっと変えて、はい、あの、恥も積もればネタになる。うん、
どう？これね、私の大体エピソードは大体こう自分が恥ずかしいことで本当は言いたくないんですけど、うん、まあでもネタとしてね、ちょっと聞いてくれる時間が山田さんがね、心の器が広く聞いてくださってるので、まあ恥も積もればネタになるなという。ラジオでね、喋る場合はね、そうそうそう、まあ友達同士だってね。そうそう、笑い話になるなっていう。そうですよね。どうでもいいけど、なんでこう、BGM をかけずに俺たちに素で喋らしてるの？いや、いいじゃないですか。なんで素で喋らしてるの？たまにはいいじゃないですか。俺のトーク力を見ようとしてるの？ゆっくり喋りましょうよ。まあ、いや、じゃあ、リスナーの皆さんでね。はい。リスナーの皆さんの、新しい言葉をどんどん紹介していこうと思います。はい。ロビンさんお願いします。いいですか？ラジオネーム、伊賀さんからいただきました。うん、この方、私がさっき言ってたやつですね。うちは、塵も積もれば山となるではなく、小銭を拾って10万円でした。神さんが掃除や片付けが大嫌いで散らかし放題なので僕が掃除と片付けをしていたのですが、その度に落ちている小銭を拾い続けていたら、なんと1年で10万円になりましたすごいですね。その神さんとは離婚してしまったので今はそんなことはありませんが、あらあら後にも先にもこんな出来事はなく、うん、今でも強烈に覚えています。なるほどね。いいけど最後は悲しいね。ちょっとね、ロビンさん、ドドンっての入れるんで、そのタイミングちょっと測ってもらっていいですか？伊賀さんからいただいたのは、塵も積もればもういいですか？その前に一歩どんですから。言った瞬間にちょっと、ね、新しい言葉ですからね。やっちまったなと思います。そうでお願いします。じゃあ山寺さんお願いします、はい。続いてはですね、ピッコロさんからいただきました。この方はね、あっても邪魔なもの、無用の長物っていう何、ね、がありますね。無用の長物。それの今時風ですね。現代版です。こちら。酢豚のパイナップル。チャーハンのグリーンピースもいらない気がしたけど、酢豚の方が共感してくれるかなとね。まあ、あの場合はね、タケノコだと思って食べるとパイナップルですからね、無用の長物っていうのもね、びっくりしてしまうものっていうかね、そうそうそう、あまりにもね、のことにびっくりしてしまうというね、これかと思ったらこっちかっていう、そんな意味もあると思いますけどね。びっくりしますよね。酢豚のパイナップル。ああ、なるほど、ね。あっても邪魔なものとこの方は思ってるとね。まあ、好きな人もいますけどね。好きな人もいますけどね、この方にとってはそうだよという。なるほど。いいじゃないですか。じゃあ、続いていきたいと思います、うん。ラジオネーム、レイダマンさんからいただいたのはですね、馬の耳に念仏。ほうほう、あるじゃないですか。はい、こう、人の意見をね。こう、聞かないで耳をかさおうとしないで、こう、少しも効果がないみたいなことですよね。それの、今風な言い方、こちらです。妻にお願い。馬の耳に念仏と同じなんだ。言うだけ無駄という意味です。言うだけ無駄。言うだけ無駄。なるほどね。なるほどね。そんなようなことでね、のれんに腕押しってのもあるじゃないですか。はいはいはい、はい。のれんに腕押しね。うん、うんうん。やってもほら、張り合いがないというかね、その意味がないというかね、手応えがないというようなね。そんなのを新しく考えてきた、ビッグザ・ケンドーさんのことわざ。既読スルー。そのまんまなんだけどね。そのまんまだけどね。うん、ぬかに釘、のれんに腕押し、既読スルー。手応えがねえな、送ってもよ。なるほど、一生懸命送ってんのにね。うん、あの文字寂しい、既読スルー。どんどん行きましょう。はい、続いてですね、ラジオネーム、遊ぶ金欲しさにさんからいただきました。はい、まあ、この方が作った名言ですね、こちらです。嫁にご飯。これはですね、たまに旦那が作ってあげることで、夫婦円満になれるから。新しく、なるほど。嫁にご飯。なるほど。やってますか、山寺さん。これ、あ、もちろん。これね、そういう意味なんですね。はい、たまに作って、そう。なんか、あれですよ、ご機嫌を取りたい時とか。そう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 。ね、ことがうまく収まるものの、ね、これが一番だよっていうので、嫁にご飯。嫁にご飯。嫁にご飯。だから何かお願い事があったりしたら、うん、さりげなくこうね、ご飯作ってから、ご機嫌取ってからお願いするといいかもしれないですね。あとね、こんなの来てんですよね。何ですか？マッサンからはね、うん、論より証拠。ね、あれこれ、議論するよりも実物を見て、ね、実際、話してみていろいろ知ろうというね、論より証拠の新しい言い方、うん、こちら。見た目がハーフでも英語が喋れない人もいる。なんでこれ撮ってる誰のことかなこれ。これね、だからね、でも論より証拠って、ロビンは論って呼ばれてるんでしょ？そうだから、ロンちゃん。すごい、論より証拠っていつも身近に感じてなかった。いや、論より証拠って言われると、うん、なんか全部私に当てはまるから、うん、ね、なんかドキッとしちゃいますよね。だからこれ見た目がハーフでも英語が喋れない人もいるっていう意味で、うん、論こそ証拠っていうのはね、ロビンこそそれを表してるってことでね、なるほどね、論こそ証拠とかね。いろいろできるね、あんた。いろいろできるね。ロビンと証拠でね。岡田ロビン証拠。岡田ロビン証拠。いろいろことわざってこうひねると。いや、面白い。できるな。ああ、これ、ボンボン22号さん、同じような感じでね。はいはい、聞いてみ、極楽、見て地獄。聞いて日本人、見てロビンっていうね。これも同じようなことですか
あ、違うんだ。ラジオの音声と見るのじゃだいぶ違うよってことね。え、そう、どう、そう。ロビンさん、飛行機中の CA さんから英語で話しかけられたって話も聞いてますよって。ああ、そう、台湾でね。あ、そう、あの、ファンの方とね、飛行機一緒で、あの、本当に、あの、メンバーで私だけ、あの、英語で喋りかけられて。おー、いや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 。ファンの方見てたんだ。そう、見られてた。すごいね。すごい恥ずかしかった。すごいとこ見られちゃったね。そう、本当に。見てますね。じゃあ、続いていきたいと思います。はいはい、ラジオネーム、ハマちゃんさんからいただいた、ことわざですね。うん、触らぬ神にたたりなしの新しい方、うんうん、触らぬ神にたたりなし、あれ？あれ？ロビンさん、ロビンさん事件です。これあれ？ロビンさん同じの2回読みました。あれなんでだ？これ私間違え、これあれ私が間違えましたね。もう1個下の、あの2個来てたので、もう1個違いますよ。え？触らぬ神にたたりなしの新しい方で、触らぬ神さんにたたりなしですよ。神さん、ね、神と神さんでだいぶ違うんですよ。神様、ゴッドとね、奥さんですよ。それですよ、ちょっと。いや、神と神さんの、さんが、さんがあるのとなしがあるでしょ。浜ちゃん、ごめんなさい。神さんにですね。ね、触らぬ神さんにたたりなし。そうですね。神より神さんの方がね、さらにちょっと上の存在だっていうことですよ。潰しちゃった。ごめんなさい。もう完全に潰れた。じゃあもう一個、もう一個。浜ちゃんさんからいただいたの。そうだね、リベンジ。聞くは一時の恥、聞かぬ、一時のね、うん、一時の恥、聞かぬは一生の恥の新しい言い方、うん、聞くのはちょっと恥ずかしい、聞かずにググればすぐ解決。あー、これね、私がよくやってるやつですね。ね、まあ、これはまさに今時ですよ。まさにこれ。聞くのはちょっと恥ずかしい、聞かずにググればすぐ解決。そう。本当ですね、今こうなっちゃってるんですね。もう一個言っていいですか？はい、お願いします。この番組ならではのやついきましょう。はい、ズートルビから始まるさんがね、旅の恥は書き捨て。これありますよね。うん、 うん、うんうん。これの新しいやつ。オープニングトークの恥は書き捨て。ね、ラジオのオープニングトークは場の雰囲気を盛り上げるために多少滑っても構わないことの例え。意味もオリジナルですけどもね。オープニングトークの恥は書き捨て。あ、なるほど。まあそれ、あの恥はもう溜まれば、ね。そう、恥も溜まればネタになる。ネタになる。そう。それとこう繋がってきてますね。なるほど、なるほど。番組ならではの考えてくれました。じゃあもう一個行きましょう、この時間。はい、うん、もう一つ行きたいと思います。はい、ラジオネーム、競馬好きさんからいただいたのはですね、椅子の上に3、4時間。あ、すいません。元先に言っていただけると嬉しかったんですけどね。あ、これはですね、あの、元は、石の上にも3年の新しいことわざ。はい、引き直していきましょう。椅子の上に3、4時間。この方はですね、はいはい、あの、深夜の空港で、始発では間に合わない早朝便の、搭乗待ちや、うん、終電後の到着で始発を待つ人たちの様を表すことわざ、うん、でいいんじゃないでしょうかって来てますよ。椅子の上に3、4時間もね、待って、ね、始発を待つというね、その、どういう心持ちを表してるんでしょうかね。どう思います？それは。どういうことを表したことわざなんですか？ね、これまでも、まあ我慢してればいい、うん、待ってるよ、みたいな。始発来るよ。何かが待ってるよ、みたいなこと。そのまんまのことなんですね。ね。そうそうそう。まあだから、石の上と椅子の上っていうのはね、言葉を遊びを書く、ね。言葉遊びですよ、この場合はね。言葉遊びはね。その意味というよりもね、言葉遊びになってる。いろいろ皆さん素晴らしい。いや、本当に面白い。さすがでございます。ベーラインリスナー、ベーフェムリスナー。ありがとうございます。ぜひね、ジョネさん以外もね、はいはい、初めてだけどちょっと思い切って送ってみようなんて、ね、でも OK ですよ。はい。ぜひ皆さん、新しいことわざ、格言を送っていただきたいと思います。はい。プレゼントございます。ありますよ。シマちゃんが自ら刻印を入れた番組ロゴ入りアルミのお弁当箱に、ロビンが作ったお弁当の写真と、我々二人のサインを添えて、こちら1名様でございます。メールは、ベーライン、アットマーク、bayfm.co.jp、b-a-y-l-i-n-e、アットマーク、bayfm.co.jp までお待ちしています。それではここで歌詞にグッとくる女性アーティストのナンバーをメドレーでお届けしましょう。まずはユイ、マイジェネレーション。さあ、この時間は新しいことわざ格言を募集中です。メールはベラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。ということで、ゆいのマイジェネレーションに続いてお送りしたのは、女性のバイブル的な歌を届けてくれている愛子、桜の時でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.
まずは山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。はい、この時間はね、新しいことわざ格言ということでね、はい、BGM を流さずに喋るというこのなかなかベイラインではないね。本当ですね。素でね、なんか新鮮というか怖いというかね。怖くないですよ。でもみんな上手ですからね。いや本当にリスナーの皆さんのね、メールがたくさん来てますから。いいっすか言って。お願いします。じゃあ焼酎は緑茶割りさん、女性からいただいております、うん、この方ね、無用の長物、またね、はいはい、あの無駄なもの、いらないものっていうかね、うんうん、邪魔になっちゃうものという、はいはいはい、無用の長物、これ実体験から新しいのを送ってくれました。ババアの巨乳。すごいですね。これご本人ですよ。ご本人というか、中学の頃から巨乳 G カップ。あら、羨ましい。ABCDEFG。調べなきゃ。G カップで、うん、若い頃はそれなりに役に立っていましたが、どんな風に、どんな風に、結婚し、子供も産み、授乳も終わってだいぶ経つ私にとって、いらないものです。ババアになると使い道がないばかりか、肩が凝ったり太って見えるっていうことで、悪いことばっかりが気になります。いやいや、そんなことないでしょ。ババアってもどのぐらいババアがにもよると思いますけどね。そこですか。まだまだね。そこまだまだじゃないんですか。羨ましいですよ本当に。ね、本当の本当にババっていうのもう本当だいぶね、だいぶおばあちゃんでこうね、肩にかけるみたいなギャグをね、よくありますよね。ギャグでよくあるな。そんじゃないんでしょ。ねえ。いいんじゃないんですかこれ。素敵じゃないですか、ボンキューボンですから。ね、太って見えるってことはまだこうボリューミーだっていうことですよね。ねだからもう逆にね。逆に。いや役に立つんじゃないですかまだまだ。ちょっと。でもいいですね。ちょっと山ちゃんが興奮してる。無用の長物。ババアの巨乳。素晴らしい。素敵ですね。じゃあもう一ついきたいと思います。ラジオネーム、サンドの飯よりアルコールさんからいただきました。この方はですね、猫の手も借りたい。うん、これあるじゃないですか。忙しくてね、猫の手も借りたいの、はい、新しいことわざ、うん。夫の手も借りたい。なるほど。先ほどね、奥様ネタが多かったんですけど、その逆襲というか。そうですよ。この方 ね、こっちは忙しいのに、うん、何もせずドカンと座ってるだけの夫にイライラします。うん、大して役に立たないけど、2年よりはいいだろうってことですね。何か手伝えってことでしょ。ね。大して D 代いただくと、少しは役に立つからさ。やれやってことですね。もうね、一つでもお皿洗うだけでも嬉しいと思いますよ、うん、本当に。ね、本当に、ね。猫以下なのかもしれませんけどね。俺もそう思われてる可能性高いです。いや。続いて、空山ちゃんからいただきました。この方はですね、犬も歩けば棒に当たる、うんうん、これの新しいタイプのやつです。人も歩けば自撮り棒に当たる。うまいな、これもな、いいな。なるほどね。ねえ、あちこちで自撮り棒やっててね。まあ今人どころより少なくなったかもしれませんが、まだ海外旅行の人とかいっぱいいるもんね。多いですよ、今。でもそもそも犬も歩けば棒に当たるっていうのはこれ二つ意味があってね。はいはいはい。ね、だからね、こうやって出ていくと何かね、なんかぶつかっちゃうからね、うんうん、気をつける余計なことしない方がいいんじゃないかっていうのとか、うんうん、ねとにかくなんかすれば幸運なことに当たるかもしれないっていう逆の意味がね、両方あるんですけども。うん、それはっきりしないから。ね、人も歩けば自撮り棒に当たる。こちらが今やね。いいですね。うん、今時っぽい感じが。そうそう、わかりやすい。じゃあ、うん、もう一ついきたいと思います。ラジオネーム、ツッとむさんからいただいたのはですね、工房筆を選ばず。工房筆を選ばず、ね。工房筆を選ばず。あ、イントレーションちゃいましたね。工房筆を取る。工房筆っていうのあるわけじゃないからね。あ、そうか、そうか。工房筆を選ばずだから、工房は筆を選ばない。何で書いても立派な書が書けるというね。もうね、その道具を選ばない名人とかっていう、そういうことですよ。そうです、そうです。工房筆って選ばなかったです。工房筆ってあるんだけど、工房筆しなきゃだ。あ、はい、いや。工房筆を選ばずの新しい言い方。山ちゃん、吹き替えを選ばず。どうですかって来てますよ。ありが、褒めてくれてるんですよね。褒めてますよ、だからね。作品を選ばないでね、どんなとこでもね。どんなところでも、もう山田さんの実力が発揮されてるってことですから。だったらね、山ちゃん DJ 相手を選ばずでいいと思うんですけどね。ちょっとね、金太郎だろうがロビンだろうがやる。ちゃんとやるというね、そこを評価していただきたいと思います。ありがとうございます。はい、金太郎ラベ出してすいません。続いてはですね、はい、人生送りバントさんからいただきました。この方ですね、ぬかに釘。ね。さっきののれんに筆押しに似てますよね。うん、やってもこう、なんかね、その意味がないんじゃないのっていうね。うん。ぬかに釘。それの新しいやつ。いきます。健康診断前の特報。長く続けるなら意味があるけどね、急にやったってしょうがないっていうことなんでしょうかもしれないね。一回だけじゃね。まあ、だこれ焼け石に水に似てるかもしれないね。健康診断前の特効。急に健康診断前にいろいろやる人いますからね。いますよ。うん。いますよ。分かってます。私のお母さんもね、そうですよ。いつも健康診断の前になると、ね、なんか気をつけたりしますけど。うん、じゃあもう一つ行きたいと思います。ラジオネーム、みねみねさんからいただきました、うん。この方が作ってくれた新しいことわざ。うん、気をつけろ。逆の意味だよ。ちょっとだけ。お。
これね、ちょっとだけだからって言われて引き受けて、本当にちょっとだけだったことなどありません。ありますよね。頼まれるときに、ちょっとだけ、ちょっとだけいいって、ちょっとだけだね、ちょっと話聞いてって言われると、だいぶ長話されたりとかね。そんなこともありますよね。まあ、ありますね。ちょっとだけちょうだいって言ってね、一口じゃないよっていうね。ねえ、そういうこととかね。そうそう、ちょっと軽く、ちょっとだけ、ちょっとだけいいか。そう。まあ、それは分かっててですからね。また意味が違ってくるかもしれませんが。おとさんからいただいております。こちら、なせばならぬ、なせばなる、なさねばならぬ何事も。これはよく言いますよね。はいはい。いい言葉ずですよね。これを新たに解釈しました。ほう。なんとかなる、なんとかなるさ、何事も。だいぶね、だいぶ消極的になったけどね。なんかいいですね。確かにおじさんの心構え、なせばなる、なさればなら何事も大事ですけども、52年も生きておりますと、時には肩の力を抜いて楽観的に物事を考えることもありだなと思うと。見極めは難しいですが、両方ありだなという。ああ、いいですね。でもなんか、まあ、なんとかなる的な言葉も実はありますからね。いい言葉ですね。両方うまく使い分けるというのがいいのかもしれません。はい。はい。さあ、いやー、皆さん。面白いですね。たくさんいいのいただきました。うん、いやーでもババアの巨乳は一番インパクトあったな。あれインパクトありましたね。羨ましい限りですけど、嫌いじゃないよってたくさんいると思いますけどね。ババアのだろうがなんだろうがっていう人もいるかもしれませんが、この後ですね、はい、いよいよしまちゃん登場でございます。そうなんです。6時台は街角 DJ しまちゃんこと島村幸男さんが登場します。今日はね、稀勢の里の横綱昇進で盛り上がるたタゴの裏部屋の前、タゴの裏部屋の前、タゴの裏部屋じゃん、タゴの裏部屋で、タゴの裏部屋、タゴさんちの裏の部屋みたいじゃないかよ。タゴの裏部屋の前に行ってるって頼みますよ、ロビンさん。今日なんか言いとれてるらしいです。いろいろやりますね。そう、の前に行ってるということで、はい、しまちゃんが張り手を食らうのかどうなのか、どんなレポートをするのか。ねえ、スポーツ記者じゃないんだから行ってどうすんだっていう。ちょっとね、お楽しみにしていただきたいなと。ベーラインらしいリポートをお願いしますよ。それからお疲れ宣言もやりましたね。はい、やりますよ。やりますんで、皆さんお疲れの理由を575ね、これで、潜入して送ってください。はい、はい、お弁当箱のプレゼントあります。そうなんです。今日はしまちゃんがね、はい、刻印を入れた番組のロゴ入りアルミのお弁当箱にロビンが作ったお弁当の写真と2人のサインを入れて1名様にプレゼントします。はい、メールはベライアットマークベイ FM.co.jp まで皆さんどしどし送ってください。はい、またしまちゃんタコの裏部屋から。違いますよ、タコの裏部屋です。時刻は午後6時を回りました。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ6時台の頭いつものようにこのコーナー、島村幸男しまちゃんがいろんなスポットに進出鬼没街角 DJ のコーナーです。はい、さあ今日はね、あの話題の場所に行ってるということですけれども、ね、呼んでみましょう。ゆうきょうタゴの裏部屋から。なんだ雪よ。どうた残らない。ちょっとやめてよ。タゴの裏部屋から、タゴの裏部屋だよ。しまちゃん何言ってんの。裏部屋ね、今ちゃんちゃんと言ってね。いやもうね、いやいやあなたでしょ。恥ずかしい。しまちゃんにも聞かれた。さあということでございましてですね、はい、稀勢の里、ね、横綱昇進で枠小岩にやってまいりました。はい、まあまあ番組冒頭ですね、タゴの裏部屋の目の前からね、レポートをしましたけれども、何入んの。あのついさっきもね行ってみましたが、やっぱりひっきりなしに、はい、ファンの方々がね、やっぱり一生懸命来られて、部屋をバックに写真を撮ったりしてね、またあのお花が続々届いたり、届け物が来たり、もう本当にお部屋の前はね、にぎわってる感じなんですけれども、なんか入んないの。さあということでございましてですね、いや中にはね全く入れませんでした。そりゃそうだよな。で、あの冒頭携帯でレポートしてちょっと声がでかかったので、お相撲さん全員振り向いてました。マジで。お願い、迷惑かけないでくださいよ。雰囲気的にはお稽古ちょっとやりすぎな感じでございましたけど、いいですね、しまちゃん。はい、さあということで、この稀勢の里フィーバーにですね、乗せてレポートをお届けすること、これことわざなんていうか知ってますか。は？ん？あとことわざあんの？何？人のふんどしで相撲を取る。なるほどね。そのまんま、確かに、そのまんまでございます。人のふんどしで、ね、さあということで、地元のお店はですね、稀勢の里フィーバーで盛り上がってるのでしょうかということで、このタゴの裏部屋すぐ近くにありますね、やぶそばというお蕎麦屋さんに今お邪魔しております。お蕎麦屋さんなのね。なるほど、すぐ近くなんだ。非常にですね、綺麗なお店で、広くて活気があってですね、あの町のお蕎麦屋さんというよりも、もう本当になんか宴会ができるようなちょっと立派なお蕎麦屋さんというような雰囲気でございます ね。 素敵な、はい、さあということで、早速お店の方にお話を伺ってみたいと思います。こんばんは。こんばんは、お邪魔しております。
よろしくお願いします。のっけから寸劇が始まっちゃいまして申し訳ございません。はい、よろしくお願いします。ね、まずお名前をお聞かせいただけますか。新井です。新井さん、お下の名前は新井圭介です。圭介さん。圭介さん。よろしくお願いします。ステンローリーナーってやつですね。ねすぐそれ安易すぎるよ。はい、よろしくお願いします。聞いてるよ、はい、新井さんが。お店自体もこれは、うん、大体もうどれぐらいやってるんですか。もう60年近くになりますね。すごい。で、圭介さんはもう何代目なの。あ、ジョブが3代目ですね。3代目ですね。もう本当に雰囲気はね、もう明るくて、うん、さあということでございましてですね、うんうん、まあ、稀勢の里のこの優勝、そして横綱昇進で、うん、もう本当地元盛り上がりましたね。そうですね、うん、やっぱりもうなんだろう、もう僕なんて毎日毎日ね、うん、もう仕事をしながらね、うん、ちょっと手をやめ休めて、うん、取り組み見てました。そうですよね、やっぱりね、もう本当千秋楽だってもう本当に手に汗を握るいい試合でしたね。はい、もうハラハラドキドキでした、ドキドキでしたね。勝ったのもう土俵際までね、追い詰められて、あ、負けちゃったかなと思ったらね、勝ちましたからね。いや、あの背中をグッと押したのはやっぱり本当にファンの皆さん、地元の皆さんのやっぱり力ですよね。そうですね、はい、なるほど、はい、さあということでございましてですね、本当にあの近くに田子の部屋裏、田子の裏部屋があるということでございまして、まで結構僕もさっきお店に来た時、うん、ね、あの圭介さんもう取材中でしたね。あ、そうですね、おかげさまで毎日毎日テレビのね、あの取材やら、新聞社の取材やら、受けておりまして、とても忙しいです、ね、はい、だからもう取材慣れしちゃってもうペラペラですね、もうね、圭介さんすごい流暢に、いや、なんか本当に、ね、いや、もうすごく緊張してるんですけど、生放送ということでテレビで散々やって、さあ、ということで、やっぱりね、部屋が近いということで、稀勢の里関はこの来店したことあるんですか。あ、はい、あのね、何度か、いらしました。やっぱりそうなんだね、はい、やっぱり食べるんでしょ、たくさん。そうですね、意外とね、でも、うん、食べないで、うちに来ると必ずお蕎麦と、うん、ご飯物を必ず注文して、セットで平らげてセットで行かれます。なるほどね。で、さっきちょっとおかみさんに聞いたの、うん、お昼過ぎに親方がいらっしゃってたって話ですね。あ、そうなんです。ちょうどね、今日ね、親方がね、食べにしてくれて、はい、でもなんかすごい、でも親方さんもね、喜んでました。でしょうね、はい、やっぱりね。ちなみに今日親方は何を食べられたんですか。大猿です。大猿、うん、大猿を食べて、最後に蕎麦湯も飲んでいかれました。いいですね、やっぱりね、粋な感じでございまして、さあということで、この稀勢の里フィーバーで盛り上がってますけど、お店としては何かやってあるんですか。お店としては一応そうですね、まずね、優勝記念としまして、月曜日に優勝記念として麺類 全品100円引きをやらせていただいて、やりましたね、はい、でさらにまた今日横綱確定というふうに出たので、うん、今日から、横綱記念ということで、また、そばの方全品100円引きにさせていただいてます。全品100円、それいつまで。それ一応金曜日までなんですけども、明日は木曜日定休日でお休みになりますので、まあ、実質今日と金曜日の2日間限定になります。いい感じで乗っかってますね。はい、乗っかってます。そらそら ね来るんだから、実際やっぱり優勝でいろんな方々が来るから、ね、その100円引きもちょっと美味しいですね。そうですね、でも正直言うと、うん、やっぱりもう赤字覚悟でやってるもんなんで、もう何ですか、何でしょうかね、勝手にもう地元を盛り上げようと思って、そういう一心でやっておりますので、うん、なるほど。さあ、そしてなんとですね、横綱昇進によって今日からまたメニューが新しくなったということで。そうなんです、今日からまた横綱記念ということで、うん、横綱そばというものを開発しまして、横綱そば、横綱そば食べたい、それ、またダブルで乗っかってきましたね、今ね。そうですね、もうダブルで乗っかってきました。で、これどういうものなんですか。大きなエビと、大きなエビ一本と、うん、あと力という意味を込めて、うん、力強く横綱に、ね、なってほしいという意味を込めて、うん、お餅を一つ入れた、エビと、お餅ですね。いいね、いいね、の、はい、乗っかってるお蕎麦となります。と、今僕の目の前にこの横綱蕎麦決まる。あら、これ一番からその尻尾と頭全部はみ出てますね、これ。そんな大きいな、エビが。うちはエビ、大きいエビをね、一つ売りとしてますので、そちらのエビをね、ちょっとまあ横綱になるんですからね、このぐらいしないといけないってことでね、大きいエビをね、一本ポンと、はい、もうエビが本当にその綱のようですね。そうですね、綱のようですね、はい、さあ、そしてお蕎麦がこれ茶蕎麦ですか。あ、うちはね、茶蕎麦
になります、抹茶をね、あの、うん、お蕎麦の方に練り込んでいまして、うん、ちょっとあの緑色してるお蕎麦になりますので、うん、はい、じゃ早速ですね、この横綱蕎麦ですね、いただいてみたいと思います、うん、結構これ蕎麦自体も結構ありますね量、うん、そうですね、うちはあの蕎麦の方はねちょっと量多めにしてますので、あの十分あの普通の方でしたら十分お腹いっぱいに、ね、うん、なるぐらいの量になってますので、なるほど、はい、それではいただきたいと思います。横綱そば、いってらっしゃい、うん、あれ熱い、多分ね最後にあの一言言うだろうな、うんうんうん、どう、しまちゃん、あれまあ、うん、ごっつぁんだし、まあね、言うだろうね、まあ、そういうそれクールだろうねそしていいな、やっぱこれエビもすいません、いただきます、うんうん、まあ、また言うんだろうな、おきエビ、うん、熱々じゃないのか、どう、うん、これプリップリですね、これプリップリ、うん、ありがとうございます、そうですね、はい、さらにもうね、本当にたっぷりとおネギ、そしてこれ青い緑が三つ葉ですかね、三つ葉ですね、あ、はい、十分に楽しむことができますよ、あら本当に、でそれでね、ちょっと、うん、今僕外のねこの小上がりの座敷で食べさせていただいてるんですけど、また綺麗ですね、このあのその和風の庭園っていうんですか、これ、そうですね、一応の人、あ、和風のお庭がちょっとね、うん、ありまして、人工であの川の方をね、あの川、人工で川を作ってね、せせ滝も作って、あら、はい、そう、素敵でね、今僕の目の前にですね、なんですかこのでかい鳥は、ハリスホークって言いまして、鷹ですね、すみません、あの蕎麦屋さんに鷹がいます、はい、なんですかここ、ここはあの蕎麦屋さんですで、なんか袋もいるね、あ、袋もいるんですよ、はい、袋、うん、で、あとカメレオンとかカメとかですね、さまざまな生き物を飼ってらっしゃいますね、この店、あ、そうなの、家族であの生き物をあの飼うことがあの好きなもので、いろいろと ね、はい、あの飼ってますね、おいでですね、先ほどあのね、あの綺麗なサイン色紙をですね、あの、うん、ぜひお願いしますって言うから、あ、分かりましたって僕書こうと思ったら、僕 あなたじゃないんです、あの山寺さんのサインが欲しいんですってあ、はい、いいですよ、これもう後でいいですかね、うん、これね、山ちゃんのサインと山ちゃんのサインと、うん、お蕎麦がバーターなんで、あ、分かりました、じゃあ私のサインね、それ交渉しちゃったんで、ぜひあの稀勢の里関のね横綱の仕掛けでも貼っていただければそうそうそう、お写真、うん、お写真ありますね、稀勢の里関のあのサインもあるので、その横にちょうど目立つように、いや僕声優界の小結びとしてはね非常に嬉しい感じですよ、よく言いますよ、うちの社長がすごくファンなんで、あ、そうなんですか、社長が、社長が、はい、いいこと聞いちゃった、うん、ぜひこの、あのところ、山ちゃんここで食べたりしたらもうすごいスペシャルサービスですよね、マジですか、多分もうスペシャルがもうかける10ぐらいついちゃうと思います、あらだからもう、あの嬉しいわ、そう、お庭で鷹と遊べるサービス付きで、あ、もちろん、はい、ぜひ鷹と一緒に遊んで帰ってください、会話をしたいと思います、そんなですね、はい、素敵なね、あの新井圭介さん3代目でございますが、本当にお味もしっかりしております、雰囲気もいいので、あのリスナーの皆さんぜひあのお店の PR をお願いします、お願いします、そうですね、あのぜひあのね、皆さん旅に来ていただきたいのもありなんですけども、まずあのね、あの稀勢の里関の、大丈夫ですか、稀勢の里さん、大丈夫ですか、意外といいんだよ、横綱にね、あの横綱稀勢の里さんになったので、はい、ぜひあのそれをね、あの部屋に見に来ていただいて、まあ、ぜひそのついでにいいんですけど、あのぜひおそばでもね食べにいらしてくれればとてもあのね幸いでございます、はい、もう本当に美味しいおそばですので、皆さんぜひですね、あの親方も大皿食べてますからね、食べに来ていただきたいと思います、さあということでございましてですね、今日のふんどしで相撲を取るですね、島村幸男が稀勢の里フィーバーで湧く小岩のやぶそばからお届けいたしました、はい、しばちゃんありがとう、新井さんもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ぜひよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、いや嬉しいですね、社長が山田さんの大ファンですって、いやいやいや、もうね、稀勢の里関も、そして親方も食べにいらっしゃるというね、やぶそばさん、小岩にあるお蕎麦屋さん、本当今写真が来ましたけど、ね、そう、本当綺麗な、だってもね、滝があって川があって鷹がいるんだよ、すごいですよね、すごいですね、すごい上品な、ねえ、ありがとうございますね、まあ人のあのあれ回しですけどもね、セックね、お相撲さんがねつけてるのね、そっかそっか、相撲を取る島ちゃんのレポートでした、ありがとうございました、さあ皆さん、この後6時台はですね、お疲れ川柳大募集してどんどん紹介していきますんで、はい、今の皆さんお疲れの理由を575の川柳にして送っていただきたいと思います、思います、プレゼントもあります、はい、今日は島ちゃん自ら
から刻印を入れた番組のロゴ入りアルミのお弁当箱に私ロビンが作ったお弁当の写真とそこに2人のサインを入れて1名様にプレゼントしたいと思います、はい、メールはベラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。はいね、まあ稀勢の里関日本出身力士としては若乃花以来19年ぶりと、まあ、口上はねすごくシンプルでしたけどもね、ちょっと軽く噛んだところが稀勢の里関らしいと思いました。いや素敵です。さあお送りするのはそんな昔かたぎの日本人らしさってこの曲かな、川島英語、時代遅れ、いい意味で。1日2杯の酒を飲み、リリースフラッシュ。さあ今日水曜日は新曲リリースラッシュの日です。そこで気になる新曲をフラッシュで聴いてみましょう。まずは2009年に結成した関西初のバンドキートーク。2013年にメジャーデビューを果たし、その2年後の2015年には日本武道館でワンマンライブを大成功させるなど破竹の勢いで活躍している4人組。今回のシングルリリースを経て3月には約2年ぶりとなるニューアルバムもリリース。今年も J-ROCK シーンを賑わしてくれそうです。お送りしたのはキートークアストロでした。続いては平均年齢27歳、可愛いだけじゃ物足りない大人の遊び場へようこそをキャッチベースに結成された10人組プレディア。ちなみにこのプレディアとは DIA でダイヤと、それにプレを合わせてダイヤの原石という意味を持ち、日本一のセクシーさと最強の歌唱力で五感を刺激する唯一無二のアイドルユニット、大人アイドルユニットとして活躍中。お送りしたのはプレディア、禁断のマスカレードでした。変わっては山寺さんもご存知の浪川大輔さん、子役時代から天才声優として活躍していて、 E.T. の主人公ヘンリー・トーマス、グーニーズの主人公ショーン・アスティン、さらにターミネーターの 2-3 ではジョン・コナー役の吹き替えも担当しています。今回はそんな彼の4枚目のニューシングルをピックアップ。お送りしたのは浪川大輔、マイトレジャーでした。ラストは動画配信サイトから飛び出した4人組ハナ。2013年にメジャーデビューを飾って以来、リリースしたシングル6作品全てにタイアップがついているという新人では異例の注目度。しかも7作目となる今回のシングルもアニメ「小林さんちのメイドラゴン」の主題歌になっています。お送りしたのはハナ、青空のラプソディでした。はい、フラッシュで紹介しましたけれどもね、はい、私、まあ、仲のいい浪川大輔君が、うん、まあ、後輩というかまあねいいんですけども、はいはい、前はね事務所は同じだったりしたこともあってね、うん、すごく仲良くしてますけど、はい、ロビンさんの彼を紹介、ね、声優として天才子役、まあ、確かに天才子役だったんですよ、はい、全部子役の時のことばっかりじゃないですか。やつももう40歳ですからそうですね、せめてルパンの石川五右衛門ぐらい言ってあげてくださいよ。そうです、ね、他にも人気アニメのメインをいっぱいやってますから、たくさんもう小さい時から全部子役の時のばっかりたまたまですよ、たまたま、まあ、本確かにね、そこにあの子役の時にピークを終えたって言ってましたけどね、天才と言われたら子役の時だけですと言ってます、あれ謙遜で言ってるんですから。そんなこと言ってるんですか。言ってるんですよ、ね、そうなんですね。映画監督もやったりとかね、いろいろやってるんですから、お願いしますよ。すごいですね、まあ面白かったですけどね、僕旗で聞いてて、あそこなんだ言うのと思って全部超昔のやつばっかり、そんな風に聞いてたんですね。そうです、子役のもう40歳ですから彼も。いやでもね4枚目のニューシングルということではい、まあ、いろんな注目のアーティストばかりだったんですけども、1曲お届けするのはこちら、はい、皆さん聞いてください。キートークアストロ、夢を出しあの距離に迫る、キートークアストロをお送りしました。さあ、ね、うん、先ほど紹介した曲以外にも今日リリースの曲紹介しましょう、はい、こちら映画波紋二人の疫病神の主題歌、関ジャニ∞の殴り書きビート、そして、声優アーティストとして活躍する蒼井翔太ね、僕も朗読劇で一回共演したことありますけど、うん、超かっこいいですからね、うん、武道館でもコンサートをねもうやってるというね、蒼井翔太通算8枚目のシングル、フラワー、それからこちら2014年結成の16人組ダンス&ボーカルグループ、満を持してのメジャーデビューシングルです、 The Rampage from Exile Time Lightning、 はい、こちらも今日リリースになりますので皆さん、うん、ぜひチェックしてください。以上リリースフラッシュでした。You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline
松岡山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあここからですね、皆さんからいただきましたお疲れ川柳紹介していこうと思っております。はい、ではロビンさんからどうぞ。いいですか。ラジオネームどら焼きですさんからいただいたお疲れ川柳。ポイントを貯めた俺には権利なし。この方、うん、先週使っている携帯電話のポイントが貯まったので交換できますとカタログとポイント残高が届きました、はい、奥さんと娘の3人で何に交換するか決めようとしていましたが、うん、仕事に行ってる間に、奥さんと娘がそれぞれ好きなものを交換して、ポイントを全部使われていました。もうすでにね、次にポイントが貯まるのはオリンピックの頃です、うん、だいぶね時間がかかる。奥様と娘さんにいいね、そういう家族会議どうするねえ、私これし私これどれにしようかな行ってきますもう交換しちゃったってやつね、自分のがなかったっていう ね、はい、続いてこちらミネミネさん、あ、仙台市の方ですよ。仙台市の方からいただいたお疲れ川柳。雪かきを終えた直後に除雪車だ。久しぶりに雪が降り続いて積もったので、うん、はいはい、家の前の雪かきをしました、うん、終わって家に入った直後除雪車が家の前を通っていきました。あの苦労は無駄だったのね。一気に疲れが倍増、いやこれはちょっと ね、まあ、仙台はあの降りますけど、はいはい、そんなにたくさん積もる、やっぱ台湾はそんなにね、そんなんでもないんですよ、うんうんうん、東北の中では、はいはいはい、でもね今年はやっぱりねこれだけ積もったから、そうです、ね、大変なんですよ雪かきなんてはね。いや腰痛くなりますよね。うーってやったらゴーやってもやなくても一緒だった。これはちょっと、ま、あの除雪車のね、少し燃料がね、まあ、ちょっと減ったのかな、ちょっと楽になったかもしれないというふうに思いましょう。思いましょう。その分どっか一軒分を頑張って除雪車はやれたかもしれないから多くね、そう思いましょう、うん、そう思いましょう。思うしかない。じゃあ続いて、お疲れ様、うん、ラジオネーム大ちゃんさんからいただいたお疲れ川柳。新米があるのにジャーが壊れてる。ほう、これ今朝の出来事です。届いた新米を食べられると思って楽しみに起きたらうまく炊けていない。炊飯器の画面にはエラーメッセージ、炊飯器が壊れていたんです。せっかく新米が届いていたのに、うん、これからしばらくは麺で生きていこうと思います。ああ、なるほど。ねえ、これ炊飯器が壊れるだけで結構ダメージありますよね。ご飯がないと。この間、あの、とあるね、大先輩のですね、はいはい、有名なモノマネをする大先輩のね、本パーティーやろうっつって、うん、美味しいすき焼きとかっつってね、いいじゃないですか、最後美味しいご飯だよって炊飯器壊れてるっつってね、若手が買いに行くっていうね、そんなことありましたけどね、買いに行くっていうね、その結果美味しいもの食べられるっていうのありましたけどね。いやもう、すっごいいい声。後輩の方お疲れ様です。お疲れ様ですね。まあ当然ですよね。当然ってことはない。続いてこちら、八千代の空豆さんからいただきました。お疲れ川柳。今日もまた旦那の帰り待つ夕飯。これね、ね、一生懸命作ったのに、うん、旦那さんがなかなか帰ってこないから準備して待ってんのかなと思ったらそうじゃないんです。え、違うんですか。ね、これ女性なんですけども、専業主婦なんですが、最近は旦那が料理を覚えて料理を夕飯を作ってくれることが多くなったんです。自分で作る料理とは違ってびっくりする料理が出てくることもあるんですが、それはそれで楽しみなんですということで、だからあの旦那さん帰ってきて早くご飯作ってくんねえかなって待ってるという、そういうことね、そういう句だそうです。ね、あ、でもなんかいいですね。いいですね、これもね。素敵な。作ってくれ、どんなんだろうね。ね、お腹空きながら。びっくりするの出てくるけど、楽しみというような句でございました。いいですね。じゃあもう一ついきたいと思います。ラジオネーム、ピカチーさんからいただいたお疲れ川柳。美容院、切られた前髪、戻ってきて。ピカチーさん、先日髪を切りに行ったのですが、うん、はい、思ってた以上に前髪を切られてしまいました。切ったばっかりですが伸びるのを待ってます。早く伸びて。これはね、女子なら必ずね。いや、もうわかりますよ、ね、もう1ミリが勝負だってするんでしょ。1ミリが勝負。私、ね、でもね、前髪パツって切ってきて、うん、私の中ではすごいお気に入りで、このスタジオ入ったら山ちゃんが、うん、その髪型どうしたのって言ってきた時はもうイラッとしましたけどね。本当に、まあ、僕もあの小学校時代ずっと坊ちゃん狩りで前髪まっすぐそれてたんでね、ちょっとずれてるだけで気になりましたからね。同じ同じか。いや違うか。どうもすいませんでした。いやどうもすいませんでした。はい。大丈夫です。もう一個いいですか。もう一個いいですか。はい、お願いします。ポンプさん、46歳の女性からいただきました。お疲れ川柳。疲れたと
寝てる旦那を殴りたい。いつかこれね。私は仕事から帰った後も座る間もなくバタバタと家事をしているのに、旦那は仕事から帰ってくるの、ああ疲れた、ああ疲れたと言って夕飯ができるまでの間ソファーに寝ています。夕飯を食べた後もまた睡眠。こっちはどんなに仕事で疲れていたってやらなきゃいけないことは山盛りなのに、私だって疲れてるんだぞ。家に帰ってきた途端に完全オフモードになる旦那をぶっ倒してもいいですか？いいと思います。あの致命傷にならない程度だったらね、いいと、怪我しない程度だったら優しめにね、いい優しめだったら ねぶっ飛ばしてくれ ねいいんじゃないですか。はい、うん、じゃあもう一ついきたいと思います、うん、ラジオネームコテさんからいただいたお疲れ川柳。朝からね、座りっぱなし、体バキ、うん、この方朝8時半くらいから19時くらいまで自宅で座布団に座って仕事、うん、着物仕立てをしているので、あ、そっか、体中バッキバキになるので川柳にしてみました。そっか、椅子じゃなくて下に座って座布団だけで、ね、それはもうね、僕そんなしたらいろんなとこ痛くなりますよ、ね、本当ですよ ね時々立って、ぜひストレッチとかね、そう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 、やってください。軽い運動ね、少しでも座りっぱなしも良くないですから、変わりますから ねお疲れ様です。じゃあもう一個だけいきましょう、こちら静岡からお留守沼津のことだ。耳の穴カッポジージョさんからいただきました。お疲れ川柳。はい、イヤホンと車のラジオでカッポ汁。カッポ汁が大好きなことなのかね。静岡からラジコでイヤホン越しで聞いています。地元のラジオもチェックしないといけないのでカーラジオで聞いています。耳がとっても疲れます。大変、まあ、運転しながらじゃなくて、ね、はいはいはい、ラジオとして車の中にいらっしゃるのかな、うん、そんな気持ちを読みました。それぐらいラジオ好きな私、山寺さん癒しの言葉をかけてください。あら、ね、じゃあ地元のをやめましょう。あ、そんなことない。そういうことじゃない。その方にぜひ、ね、お疲れ様、ね、男性ですけどもね、優しく、お疲れ様、癒しの言葉ありがとうございます。いいですね、そんな状況でもね、カッポジって聞いていただいて本当に嬉しいです。嬉しいですよ、ありがとうございます。ありがとうございます。いろんな方ね、本当に本当ですね、今日もお疲れ様です。お疲れ様です。あ、でもまだね、あのエンディングでも紹介できるかもしれない、ね、時間ありますからね、はい、ぜひあの今お疲れの理由何ですか、どうしてですか、五七五の川柳にしてどんどん送っていただきたいと思います。はい、メールはメールラインアットマーク bayfm.co.jp baylin@bayfm.co.jp までお待ちしています。さあ、お仕事だけでなくね、期末テスト、受験勉強でね、一夜頑張ってるという新たにお届けしましょう、ね、ザード負けないで。ザ・ベイライン、お送りしたのはザード負けないででした。さあ、海浜幕張のベイ FM から生放送でお送りしておりますザ・ベイライン、ラストナンバーをね、今日5時台、新しいことわざ格言ってやりましたけど、うん、ノーベル文学賞を受賞したこの方は存在自体が格言と言えるのではないでしょうか。その代表曲をお届けしましょう。ボブ・ディラン、 Like a Rolling Stone。 Thanks for listening. This is the Bayline. I wanna be loved by you. 松岡山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。やっぱりライカローリングストーンだよな。いや、素敵でしたね。転がる牛のような感じだよ。今ずっと山田さんがこの曲のね、うん、あの説明を私にしてくれてもうこの曲の魅力がますます分かりました。あの訳詞をセリフのようにあの歌に重ねて僕読んでる。私ずっとどう感じんだよ、どう思ってんだ今なあ、昔はさみたいな感じでずっとやってたんだね。右耳はボブディラン、ね、左耳は山寺さん。格を上げてみようと思ったんだけどね。皆さんにもそれを聞かせようかと思ったんだけどね。やめました。ちゃんと曲をでボブディランを聞いていただこうと思って、ね、皆さんにはボブディランさんの素敵な歌声を聞いて。どう感じんだよすごかったですから、本当に。 How does it feel? どう感じんだよ。角木さんに笑われるやばいやばい、聞かれてるかもしれない、怖い怖い怖い、はいはい、さあ、エンディングでございます。エンディングでございます、はい、今日のプレゼントね、しまちゃんが自ら刻印入れた
番組のロゴ入りアルミのお弁当箱に、ロビンが作ったお弁当の写真と2人のサインを入れて1名様へのプレゼント、こちらの当選者発送をもっと発表に返させていただきます。いただきます。ぜひ届いたかったね、お弁当作ってね、そう、こんな感じでやりましたなんて言って送っていただけると嬉しいな。写真付きでよかったら送ってください。さあ、そして明日なんですが、明日のこの時間ね、はいはい、水野亮さんとお休みの西田愛ちゃんのピンチヒッターで、うん、チェルシーリナさんね、この方はうん、リオさんとチェルシーリナさんのザ・ベイラインです。明日はドライブということで、うん、皆さんのねドライブにまつわるエピソードをね送っていただきたいなと思います。ね、寒いけど意外とね、あのね、天気のいい日は気持ちよかったりしますからね。そうですよ ね、うん、はい。さあ、そしてベイ君、この後は7時から、インターエクスプレスです。 DJ は門脇智子さんです。こんばんは。 How does it feel? あ、本物ちょっとね、本物だ。いやでもやっぱりなんだろう、こうちょっとこう男のね哀愁感のある声で、人生でいっぱいいろんな石を一生懸命転がしてきた転がしてきた、いや俺が転がってるんです。じゃないとやっぱ説得力がないから、山寺さんの勝ち。いや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 、そんなそんなね、素敵でした。 ね、でも門脇さんみたいに英語がね、うん、パッと分かると歌詞の中でそういった内容も全部聞こえてくるから、本当羨ましい。ましい、いや全部じゃないよ、全部じゃないにしてもね聞き取れない、羨ましい。あるかもしれないけど、ロビンボストン生まれなのに全然分かってない。私も門脇さんの英語の発音とかもう本当教わりたいです。でもロビンちゃんの日本語ってある意味ちょっと英語っぽいよねだって聞いた今日、え工房譜でも選ばずね、あとなんだっけ、あとなんだっけ、タコの裏部屋って言ったの。タコの裏部屋、せっかく今一番のね話題のスポットのタコの裏部屋だったのね。すいません、突然ねボストン出身感出してしまいました。いいですよ ね、 ね、どこまでボストンなのか分かりませんって感じがです。どこのボストンだったらしいです。無国籍感がね魅力なんですよ。物はいいよ、まさに物はいいようです。無国籍な魅力、ね、無国籍、はい、はい、じゃあそんな魅力を引き継いで、はい、ヤマエクスプレス今夜も盛り上がっていきたいと思います。引き継がないでください。いや、はい、ある意味無国籍なね、いろんなこう魅力のあるジャンルの楽曲をたっぷりお届けしていきたいなと。そういう意味は、ね、あと門脇智子も英語なんだか時々日本語なんだかよくわからない言葉を発することもありますので、ロビンちゃんの無国籍無国籍スピリットを受け継ぎます。はい、お願いします。さあ、トモトモクラブ、今夜もアルバイト物語大いに語ってください。昨日も本当にたくさんのメッセージ、特に後半に向けていっぱいいただきましたので、うん、昨日いただいたメールも含めてね、今日もいっぱいご紹介していきたいと思いますので、はい、うん、あなたのアルバイトで、どんな経験をしたのか、時給はいくらだったのか、店長さんどんなだったのか、それによってどんな経験を、まあ、得たのか、いろいろ語っていただきたいと思います。なるほど。そしてですね、今夜8時台の Today's Pickup のコーナー、新企画をお届けします。ほう、 TK マスターピース、ほう、門脇智子が選ぶマスターピースという意味なんですが、要は門脇智子がですね、いわゆるプロモーション的なものは一切関係なく、はい、超個人的にプライベートに聴いているアルバムというのを皆さんに聞いていただきたいなという。聞きたいな、はい、聞きたい、これ聞いてんかこいついつもみたいなね、うん、そういうのをちょっとご紹介する。そっか、プライベートでね、そうです、リラックスしながら、そうです、ネグリジェかなんか着たままネグリジェってイメージでいい、うん、そういうことな、セクシーな格好で聞いてるかもしれないんだ、まあ、スウェットでございますけどとにかく門脇さんは個人的にプライベートで聞いているというおすすめの一枚を皆さんにね聞いていただきたいなというコーナーなので、こちらも楽しみにしていてください。はい、じゃあこの後頑張ってください。よろしくお願いします。すみません、ネグリジェとか言ってね。本当ですよ、ネグリジェって着る人最近いるんで、どうなんですか。どう、私の前にはいないですけどね。ロビンさんは、いや私は本当にただただもうダラダラの T シャツ着て寝てますから。でしょうね。いや今日はね、あの新しいことわざいろいろ楽しいのあってね。本当ですね。どれだったな、いろいろありましたね。3人よればもんじゃで揉めるあれも好きだったしね。そうやっぱりババアに巨乳無用の長物と同じ意味というね。ありましたね。あれはちょっと一生忘れないかもしれないですね。私自分の好きなことわざ思い出しました。何ですか。好きこそものの上手なれあれじゃないですか、はい、これ私ね、いろいろ今日反省点があったので、いろいろもう春原さんとか門脇さんのを聞いて、いろいろ勉強したいなと思います、はい、山寺さんのは聞きません。最後にまともなこと言うとはね、はい、ということで、ね、公募でも選ばないバズーカ山寺と岡田美翔子でした。ああ。